い、こんばんは。ギタリストの竹下敦でございます、スタジオリバーサイドへようこそ。6月14日大人クラブのお時間でございます。はい、暑いですね。それにしても、はい、しかしね、本当に思うのは、体感気温というのは人によって違うものですね。ちょっと乗り物なんかに乗るとね、やっぱり寒いんですよね。そんなにエアコンかけなくていいですよって感じでね。で、私もあまり体温が高くなくてですね、平熱が36度を切るんですよ。で、血圧もあまり高くないので、ちょっとどっかのね、なんかの施設に入ったりしてエアコンの風に当たるとね、やっぱりね、寒いんですよね。なんでまず、だいたい夏でも長袖着てるんですけど、であとはまあなんか羽織ってるんですけど、やはりね、男性で、ちょっとこう、なんていうんですか、ふくよかな方、暑いってこの時期からおっしゃってるんですね。まあね、気温27度なの、暑いって大丈夫かなって心配になるんですけどね。やっぱり私も結構そんな、どうなんだろう、男性にして食べない方なのかな。体重はそんなに重くはないんですよ、ご覧の通りの感じで。で、そんなに食べるかっていうと、どうなんだろう、あんまり完食したりはしないんですけど、ここのところちょっとインスタントラーメンとかを食べたりして、ちょっと体重は増えているのかなと思うんですけど、意外とね、音楽家って腕力なんですよ。荷物運んだりするんでね。なんで必ず鉄アレイでこう鍛えてるんですけど、腕ね、こう。だから意外とね、みんな僕こうヘナヘナヘナっとしてる感じで、こう腕こうね、ちょっと触らしてって言われて、こうって驚かれるんですけど、見かけのヘラヘラ感とよりは意外とこう実は筋肉あるんですよね。あんま使わないんですけどね。ギター持つぐらいでね。なんですけど、やっぱりまあこれ冗談抜きね、音楽ってやっぱ機材のね、搬入搬出で絶対人を怪我させちゃいけないんで、トラブルが起きないね、すごく、鍛えます、はい、絶対自分のギターだけ持っていればいいなんていう体力で偉そうにしてちゃいけませんよ。本当にこれはもう、若いギタリストはね、方に本当に言っておきたいことなんですが、うぬぼれないことですね。いつまでも栄光は続くとは思わない、荷物運びをさせられる日が来ると思ってですね、いつでも笑顔で、機材の搬入搬出ができるような、そんな人であれば、幸せに生きていけると思います。というわけで、6月14日大人クラブのお時間でございました。いろいろね、音楽のお友達も増えてきて、何でしょう、いろいろなことを考えさせられる、そんな時期にやってまいりました。はい、どのような道に進んだらいいのかね、この年になっても考えるわけです、高校生の皆さんがね、迷うのは当然のことであって、何も恥ずべきことではございません。この年になっても悩むんです、まだ。というわけで、6月14日大人クラブの時間でした。はい、今日の主題は、人とは迷い続けるものであるでした。あれ、筋肉の話だっけ？分かんなくなっちゃった。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。See you next time です。じゃあねー。